皆様こんばんは。鉄道考察系チャンネルのゆうぴーです。今回は日暮里と見沼代親水公園駅を結ぶ新交通システムの日暮里・舎人ライナーの3つの延伸計画とそれぞれの延伸ルートの実現性などについて考察・解説していきます。はじめに日暮里・舎人ライナーの延伸はありえるのかについて考察していきます。現在日暮里・舎人ライナーは常磐線の正式な起点駅でもある日暮里駅と足立区の見沼代親水公園駅を結んでいます。そんな日暮里・舎人ライナーは実は3つの延伸候補があります。いずれも終点の見沼代親水公園駅から埼玉県の主要駅方面に向けて路線を伸ばす計画です。これは実際に検討されていることで特に中止などは決まっていません。なので今後しばらくしたら延伸の工事が始まるのではと予想する方もいるかもしれませんが、残念ながら延伸の実行はここ数十年、下手したらそれ以上行われない可能性があります。延伸が現実的ではない理由としてはルートごとによりますが、どのルートも土地に余裕がなかったり勝ち目のないライバル路線がいたりするので延伸する価値があまりないというのが挙げられます。日暮里・舎人ライナーは需要がそこそこあるものの赤字が続いており、延伸してもあまり一定の需要が得られないなら少なくともここ数年で延伸が始まることはかなり考えづらいです。とはいえ中には実現すれば需要がそこそこありそうなものもあります。ここからは日暮里・舎人ライナーの延伸があまり現実的ではないことを踏まえた上で、最も実現性が高い延伸ルートはどこなのか、それぞれ3つの延伸候補のメリット・デメリットを予想していきます。一つ目の候補は埼玉県の鳩ヶ谷もしくは新井宿方面に見沼代親水公園駅から路線を伸ばす計画です。こちらは延伸のスペースにも余裕があり、埼玉県の鳩ヶ谷エリアから日暮里駅方面に一本で行けるというメリットがあります。ただ鳩ヶ谷から山手線方面への輸送はすでに南北線系統に直通する埼玉高速鉄道線が担っており、すでに埼玉高速鉄道線で日暮里方面に簡単に行けるのに、日暮里・舎人ライナーが延伸をしたからといって南北線埼玉高速鉄道線の利用者が減り舎人ライナーに移るかといったら少し怪しいところではあります。つまりすでに鳩ヶ谷から日暮里方面への移動が簡単にできる路線があるので、わざわざ舎人ライナーを延伸する必要はあまりないということです。このことから延伸は比較的簡単にできるものの、延伸をする意味があまりないので、こちらの延伸ルートの実現性はあまりないのではないでしょうか。続いては武蔵野線の東川口駅から南越谷駅の間に終着駅を作り、そこまで路線を伸ばすという案です。こちらは一定の需要がありそうに思えますが、延伸をした場合従来の2倍近く走行距離が伸びてしまうことや土地に余裕がないという問題もあるため、延伸の難易度がかなり高いです。このことから考えると武蔵野線方面への延伸は実現の可能性はかなり低いと言えるでしょう。最後に3つ目の延伸ルートです。3つ目は東武スカイツリーラインの草加駅方面に路線を伸ばす案です。こちらは日暮里から草加駅方面、そして東武スカイツリーラインへの乗り換えが簡単になるので需要はかなり高そうに思えますが、こちらも鳩ヶ谷延伸案と似ていて、西日暮里から草加駅方面には東京メトロ千代田線と東武線直通の日比谷線系統の電車を乗り継いでいくルートがすでに確保されており、わざわざ延伸をする意味があまりないです。しかも武蔵野線方面への延伸計画と同様に延伸のスペースがあまりないです。デメリット部分が需要が少ないに加えて延伸スペースがないのダブルとなると、かなり実現の可能性は低いのではないでしょうか。ということで今回は日暮里・舎人ライナーの3つの延伸計画について取り上げてみました。
今回の動画はいかがでしたでしょうか。ぜひご意見、ご感想をコメント欄で教えてください。またこの動画が面白いと思ってくれた方はぜひ高評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。